今回の話題は大谷翔平選手技あり野球打ちのツーベースヒットに球場どよめき、もっと簡単な球ない海外の反応ということについて紹介します。昨日から始まった敵地プログレッシブフィールドでのガーディアンズとの3連戦、そしてエンゼルスの13連戦が始まりました。2試合ぶり9号ホームランが出るかに注目が集まった今日の試合に、大谷翔平選手は3番 DH で出場しました。なお今日は母の日ということで、大谷翔平選手はニューバランスロゴと靴裏がピンクの母の日仕様のスパイクを着用し、ネット上ではキュンキュンしている人が多かったです。さて結果としては、大谷翔平選手は第3打席で2試合ぶりのヒットとなるタイムリーツーベースを放ち、この日4打数1安打1四球1打点。なおこのツーベースは見逃せばボールという外角高めの悪球に軽々合わせて打球速度 93.5 マイル、約 150.5 キロのヒットとなりました。エンゼルスは6対2リードから8回に6失点で逆転され、6対8で昨日と真逆の劇的な逆転負けとなり、今季21勝19敗としア・リーグ西地区5チーム中3位に転落しました。さて今日の試合終了時点での大谷翔平選手は、投手としては8登板46投球回4勝1敗、防御率 2.74、 奪三振66、奪三振率 12.91、 被打率1割4分3厘、 WIP0.91、 WIP はイニングに何人ランナーを出すかの投手の成績の数値で、1.00 以下だと最高評価で、奪三振率ではア・リーグトップ、被打率では両リーグトップを維持しています。打者としては146打数42安打、打率2割8分7厘、8本塁打、18四球、25打点、オプス 0.885。 オプスは出塁率プラス長打率で計算され、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれくらい作れているかの打者の成績の数値で、 0.9 以上だと最高評価という成績になっています。さてそれではここから今日の試合についての海外の反応を紹介します。あの球をツーベース、簡単にすごいことするな、もっと簡単に打てる球があると思うんだが、ツーベースとフォアボール、しっかりチームに貢献してるけどそれでも批判される翔平大谷、今日は勝てる試合だったのに、はあ結局地区3位に後退、やっぱりダメか、せっかくいいムードだったのに、このモヤモヤした気持ちどうすればいいんだ。今日の試合は逆転負け、3位転落と残念な1日となりましたが、明日は深夜の試合ですが楽しみに応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。